びっくりする耳がでっかくなっちゃった。はい、どうもマギー真司です。今日はですね、マジックをする前の準備運動、これをちょっとですね、ご紹介したいと思うんですけども、手先を使うんで、手先をこうしっかりとこうね、ほぐしておくっていうのはすごく大事なことかなと思うんですけども、ただマギー一門に関しましては手先ほぼ使いません。口先なんで発声練習の方が意外と大事だったりします。で、発声するときに必要なのがこの喉ですよね。喉とあと首の骨をこう柔らかくしとくっていうのが大事なんですよ。ですからね、この首をね、ちゃんとこういいですか、ペットボトルでゴキってやってたの。意外とね、使えるんですよ。みんなびっくりしますよ。ペットボトル、なるべくこれは、で、短めのやつの、ちょっと固めがいいです。固めの方が骨がボキってなったような音出ます。いいですか？そして、このペットボトルを脇の下に挟んでおくんです。こう。ね。わかんないですよね、こうやってればね。で、いろいろ話して、こう、最近ね、首がね、ちょっとこうね、痛くて、今日せーの、やっちゃったよ、ペットボトル潰しちゃったよ的なね、こんな感じで使うとちょっとだけ盛り上がります。あとはペットボトルを消してしまうというマジックもあるんです。いいですか、いきますよ、ペットボトルをいきます。3、2、1。お、潰れた、なくなった、マジック出てきた。どうですか、ね、なくなった。このマジックはですね、ミスターマリックさんから教えてもらった、うちの師匠から教えてもらったマジックです。パクリのパクリみたいなもんですね。まあ基本的に手品は誰かが初めやったもんですからね。で、誰かやってるのを教えてもらう、これが一番楽ですね。師匠あまり手品を教えてくれないから、東急ハンズ、ドンキホーテ、これがまあ僕の裏の師匠ですかね。これから先も東急ハンズさん、ドンキホーテさん、どんどん面白いネタいっぱい売ってください。また買いに行きます。ということで今日はちょっと使えるドッキリマジックご紹介しました。高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。